正直でめっちゃ人柄もいいと思いますよそれはま真面目だしねでも自分の借金ですからねそれはちょっとギャンブルやってますよ今っていうせっかく前回あらゆる意味でオールにならなければ意識が強すぎて空回りしてしまったっていう反省を踏まえてきてらっしゃるのに、はい、ま正直今回また同じ思いでちょっと空回りされてるんじゃないかなっていうのが 思っててまして、はい、アートっていうこのちょっと尖ったどっちかっていうと投資向きなテーマですよね、はい、っていうところでその定番化安定だったりよねだったりちょっとその細かいところでリターンの部分を考えてみたりでも例えば売上とか原価ってところがしっかり出てこなかったりなんか気遣いが。 投資すあとして欲しい部分でちょっと物足りてなかったり逆にしなくていい気遣いをしてしまったりしてちょっとここが噛み合ってなくてせっかくタイガーファンディング2回目なのにこの虎たちを攻略する勢いで来てもらいたかったなっていうのは正直ありますね。